夢だった。絶対音でかいな。ごめんなさい。私コナン好きだけど本当にあの映画しか見ない人なんで、はい、全然話ついていけない。トゥルトゥルでも怪盗キッドが出る回は絶対に見に行ってて、でも今回のも気になるから見に行きたいなって思ってということで改めましてこんばんは。これやってるんだ。そうなんだ、私あんまりなくて、これ何のやつ、何の話、これは漆黒のなんとか社って書いてある。 どうせ英語でしょ。漆黒のなんとかかんとかって言うんでしょ映画だけは。それはファンではない、ファンっていうか別に見に行きたくなるだけで、別にこれでファンって名乗ったらファンって叩かれるから、叩くファンじゃないです。チェイサー、あ、聞いたことあるわ。こんばんは。え、でも今回の面白そうじゃない、映画のやつ。アイちゃんか。前だよね。でも全然前に見えない。画質は。なんて小一なんだ。コナンで頭使う。そう、でも頭使うけど自分は頭動かせないから、コナンが解決してくれるのがおもろい。見始めたら多分キリないから私。ちょっと見ちゃいそう今日。昨日のあちゃんと共にしてゲームしてて、で私気づいたらソファーでずっと寝てて、めっちゃ体痛いなって思って起きたらソファーで寝てた。体バキバキ。久しぶりにね、この休みだったんです。今日一日休みっていうのがマジ久しぶりすぎて、もう疲れすぎてたんだろうね。さすがに私の体も持たなくて、ここでもう何時間寝てたの ?10 時間くらい寝てました。10時間持った。9時間メール送ったんですけど届いてます？メールに書いたけど、なあちゃんはちゃんとベッドで寝てた。なあちゃんがお風呂入ってきて、私お風呂先入ってきていいよって言って、でなあちゃんがお風呂出てきたのは知ってて、ドライヤーしてたのも記憶あるけど、もうずっと寝てた私多分、もう起きないで。でそしたらなあちゃん普通に布団で寝てて、おーよかったと思って。さすがに疲れてたんだろうね。だいぶ回復はしたけど、やっぱソファで寝てたから体痛すぎて余計ちょっと体痛めてるけど、で
なあちゃんが公園行くって言ったから、汚い話すると、あのお風呂に入らず寝たんですね、はい、昨日、はい、ごめんなさい、お風呂入らず寝たんですけど、今日お風呂入って、そう、もう2時間ぐらいお風呂入って、で、何したか、洗い物とかして、で洗濯も干して、洗濯干して、危ない、洗濯干してまた寝ました。1時間半くらい。危ない、あー危ない、怖い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 、で起きて、そう、意識こっちに意識持ってられる、こっちで起きて、なんかすごいお菓子系をつまんだのね。で昨日の夜もお菓子つまんでたじゃないですか。でちょっとあんま食べちゃいけないなと思って、なんかグミがあったから、ずっとグミなちゃんと食べて、で、まあ、お菓子チョコ食べちゃって、でミスドがまだ残ってて、食べたらもうほぼ硬くて、ちょっとあんま美味しくなかったんだけど、ミスド食べて、さっきセブンのハンバーグがずっと冷蔵庫にあって、それ食べて、あとナスとピーマンの肉詰め残ってて、でご飯をあれ大麦混ぜてご飯食べて、で今に至ります。で今カフェラテ飲んで、ちょっと目覚ましつつ公園後で起こして、寝すぎたからちょっと寝ようかな、間違えた、寝すぎたから多分そんなすぐ寝れないから、公園起こしてから寝ますっていう感じ。そう、ついに堅揚げポテトを食べてしまったんです。でも昨日はね、夜にラーメンを食べたから、ちょっとお腹いっぱいのまま結構堅揚げ食べてたから、あれだけど、でもあんま食べないようにしてたよ、ああ見えて、まあ食べてたようには見える、食べてたけどね。でもほんと昨日10時間ずっと動いてて、マジで頭おかしくなるかと思った。なんかコンビニに行く時間も本当になくて、で人数も多いし、レッスン上で、で覚えることいっぱいだし、踊るしみたいな感じで、マジで頭使うとやっぱお腹もすくし、なんかもうそう、嫌でも疲れが止まるから、食べ物で私はストレス発散しちゃう人だったので、頑張ります。いやーもうコンサートも近づいてきてるよ。でも本当にエイトのコンサートは多分見つけてもらえる自信あるけど、全体コンってさ、やっぱあんまメインのとこにいないから、みんなに見つけてもらえるか不安ですけど、頑張りますね。明日雨？最悪。ユーナしか見えない環境にいます、ありがとうございます、嬉しい明日は直角ないかな、明日はとかすごい匂わせみたいになっちゃったけど、8人公演は直角ないんだよね。でも明日来る方結構いる？
昼来る方と昼来る方いる？結構いるよね明日。本当にでも最後の雫かもしれないから。昼明日多いよねやっぱ嬉しい。楽しもうね。明日割といる気がするっていうイメージあったけど、どうだろう、もっといた気がしたんだけど気のせいが。ポジは普段なるがやってるところです。一回しか出たことないからそのポジが。でもユニット自体はフルーツスノーとジュンクレです。でもいつもと違うポジションなので。あそう、あの当日に2公演出ますみたいになった時のとこです。ちょっと私もまだね、あの立ち位置とか全部確認できてないのですみませんが、はい、いやちょっと早めに行こうかな。明日の電車の時間調べる。うん、いつもと変わる。ちょっと早起きしようかな。17日の逆上がりはそうエンドロールと抱きしめられたらです。でも5月は逆上がり公演スタッフさんがいっぱい出してくれるって言ってくれたのでその言葉を甘えさせていただきます。でもなんかそもそもピナちゃんがもう大学行ってて全然出れない。1403日、ありがとうございます。もうでもあと1ヶ月ちょっと、全然実感なさすぎる。でも明日の浜の卒業公演でちょっと自分も実感しそうだなって思ったりするけど、でも多分5月頭には生誕祭できると思うので、そう、本当に待っててください。
平日になっちゃうかもだけど予定こじ上げてきてください。下の子、髪の毛どうしよう。何がいいかな。髪型気もあります、ぜひ。いやなんかみんなに言われたからさ、もうこんなロングでツインテールなんてすることないだろうし、昼ツインテールしよっかなとか思ったけど、別に私のツインテールなんて誰も求めてないかね。いや最後だし、まあ、高めか、まあでも普通にこんくらいでもいいや。普通にね。ひなこまなかランデ高めツインお願いします。ズンズン抜かないであげて。ズン抜かないであげて。別に多分しないと思うよひな子。でもねまだこのロングで髪の毛のアレンジをしたことないから、ちょっとメイクさんと相談してみます。もうでもやっとロング慣れてきた。乾かす時間もかかりますね、だいぶ。めちゃ時間かかる。うわ、サーティワン食べた。明日2公演か。体力持つかね。きっと持たないと思うので、私はマッサージガンを充電してマッサージガンを持っていこうと思います。痛たたたたたたって書いた。この長さでお団子は結構ここが重くなっちゃいそう。なので、ちょっとお団子はパスさせてください。3月並みの気温、雨だけど寒くなるってこと。3月並みってことはむずい。もう気温自体、おい服とかも全然片付けられないし、今4月だから3月並みってなると寒いってこと。もうでも踊ると暑いんだよね。レッスン着って一番難しい。
お話し会の5月頭のやつが最終受付なのかな、のでちょっとお忘れのないようよろしくお願いします。たくさん来てほしいなって思ってます。あとなんか明日ドライブでなんかチャットがあるらしくて、知ってますか皆さん、知ってる方いますか。なんかチャットできる、そう私も知らなくて、最近なんですけど、なんかあるらしいので、3人だけ、あそんな少ないんだ、なんかよく分かってないんですけど、本人もよろしくお願いします。友達のゆうなちゃんおた、女オタクさんが、そう大好きな私の女オタクちゃん女オタクちゃん、女オタクお姉さんが誕生日迎えました。今日おめでとうございますおめでとうございます。あかねちゃんです、おめでとうございます。あかねちゃんはいつも劇場公演たくさん出てくれて、立ち見でいつも私のことを見守ってくれてますありがとうございます。指針です、これよくない指針明日もいます、お願いします。明日もいます、お願いします。寝たけど眠いけど、やばい、しずくやらないとマジで本当に怖いのが歌の歌い忘れね。明日のビバハリケーンどこだっけってなる今。明日のビバハリケーンは、わかった、指先が触れるか触れないかです、多分そこだから、もういっぱいやってるから、頑張らせてください。明日、いや多分ねそこだと思う。君の戦力はセリカのとこだし、僕の胸の奥ではいつも自分のとこ、ハートは暴れているよは僕対、指先が触れるか触れないかで刺した、絶対そう、もうそれはやります。かな、これー
体でもあるのがややこしいんだよね。髪の毛どうしようかな。てか結構茶色くなってきた気がする。色落ちしてきた。いや、やる気スイッチ入ったよ。コナン見たいけど。昨日スマブラしたんだけど、私やっぱスマブラ雑魚すぎるわ。全然強くない。なんか基礎的な技が分かってないかも。悔しい。こんなに使うのカービィ。なんかさ、落ちた時にさ戻ってこれないんだけど、それってどうやってやるの。七瀬強い。下 B 上 B。 ちょっと一瞬開いていい。そっからなの私。カービィはさずっと浮かんでこれるの。でもカービィっていいんよ。そんなカービィバカにしないでよ。カービィって初心者向けらしいよ。使いやすいって。なあちゃん強かった昨日。マネージャーさん2人とやったんだけど、なんかなあちゃんは上手いねみたいな。復帰技ってどうやってやんのそれ。そう、復帰の仕方が分かんない。ちょっとコンピューターと辻さんいた。で私さ、もう終点とかでやんないといけないからか。どうやってやんの。スマブラ復帰方法って調べればいい。あ、やばい、うるさい、うるさい。辻さん忖度なし、マジで強い。もう一人のマネージャーさんも強い。めちゃくちゃ。しかもキャラ変えても強い。見始めた。いや、私弱い。むずすぎる。でもさ、復帰ができないキャラもいる？適度に使い分けて相手に読まれないようにする必要があります。毎回
スマブラって簡単なゲームじゃないね全然。むずいかも。そうなの。何がいいんだろう。みんな何使う？スマブラでいつも。ちょっと村人とかでやってみるね一旦。いやむずいね。奥深すぎる。しかもだってそれこそネスとかさ。ごめん急にやり始めてごめんなさい本当に。スマブラなんか始めて。むずいこの人。おーやばい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 。ねえ強いこの人。どうやってやるんだろう。私さよくわかんないまま使ってるからかないつも。痛い。今は村人。いや私全然使えてないもん。ちょっと待って。てか技とかなんでもないかもそもそも。やばいネスが強すぎるこの人。いやネスめっちゃ使いづらそうこの人。やばい強すぎる。あ村人は浮かって来れるんだこれ。でも全然攻撃できない私は。こんなそうできそうな音だけするんだよ。やばい負けた。コンピューターに負けた。もうこんな人生嫌。やばい全然できない。じゃあ私村人でネスがめっちゃ TK ファイア使ってる。でも私まだえこれどうやってやるんだっけな。そもそも技のね使い道が使い方が分かってない。きた。めっちゃこれ強いわ。あやばいやばい。あっ危ない。やばい強い。強い。やばいボロ負けだよ私。強い絶対負けるわこれ。だって私今一気で 47% だけど位を。コンピューターが強いのかなこれ。レベルどんくらいにしたんだろう。うわ復帰上手。やばい強い負けた。に負けた。しかも一回もその落ちるとかない。ちょっと待ってもう一回。やばい私まばたきしてない。悔しい。何がいいんだろう。私カービィしかほぼ使ったことないから。でもさクッパとか使ったら絶対戻ってこれないもんね。目が決まり始めてる。嘘私目決まってる。
かじゃあこの竜みたいな人使ってみる。え、わかんない。リンクってあのあれピットか、それやばい。お、強いじゃんこの人。何者こいつ。ロゼッタか。エグ強い。やばい。おぶ、おお、上がってこれだ。奇跡今のは。どっか行っちゃう私が。お、なんか強くなってきたよ。でもなんか飛ばせない。負けた。来た、飛ばしたよ。怒ってる。でもなんか、あ、違うのか。この赤くなるスターは何。このローゼッタの同じ技しか使えないからどうにかしたいわ。技のレパートリーが少ないのかな私の。全然飛ばない。そう、そのスマッシュ攻撃というものもわからん私。聞こえなかった。スマッシュって何事。ほら、やばい、負けた。落ちたら復帰してくれない。目痛い。赤くない。基本だから教えてほしい。みんなでこうやってなんかもう見てるだけじゃ分かんないし、現地で一緒にやらないと。ね、教えて、どうやってやんの。もうあかんって、こんなゲームばっかやってたら気やらへんって。ね、コンピューターに負けてる人生やばくない。何がいいんだろうね。
ピッとやってみる。つかみ技はねできる。ピチューやと。いやコンピューター普通に強い。これ強くしてる。強さなんだろうこれ。あ、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に落ちたら戻ってくれない。どれ、これ待って、やばい、おっと、やばいやばい、ピチュン。じゃあコンピューター強い。ちょっと待って、そう 40%50% で私落ちたら戻ってこれない雑魚なんですけど、どうしたらいいのこれ。どうやったら戻ってこれんの。確かにそのシールドは結構ね。強い。何事。私もあと1機しかない。ピチはまだあと2機ある。だから私のそう基礎能力がない、スマブラの。ただボタンを押してるだけだから。てか技とか、技は使ってるんだけど、やばいやばいやばい。ピチュー強い。やばい。ピチュー早技。いやもうこれ負けだわ。私一気で90と一気の0は違うだろう。もう終わりや。でもさっきよりは上手くなってる確実。やばい。画面映したいけどね、映せないんだもんねこれ。やばい、死ぬ死ぬ死ぬってば。危ないてるんじゃないかこれ。やばい、危ない、やばい、負けた。勝った勝った、来たまさかのね、勝ったわ。けど本当に雑魚、本当に雑魚なんだよね。まさかの逆転した、すごくない？勝った勝っちゃった。いやでもさ、いや戻ってこれないんだもん。どうやったらいいんだろう。まぐれ 100% まぐれ。今の勝ちは今の勝ちはまぐれです多分。そうね、本当に基本ができてないんで、はい、
何がいいんだろうね。ちょっとあと1回だけやらせてください。びっくりびっくりびっくり、喋ってきた。多分ねこれで負けると思う。これはこの人は負けると思います。私使いリーフィットトレーナー軽すぎる。おお強っ、強い。このコンピューターさん、このコンピューターさんも速い動きが。速っ動き。ちょっと待ってうまい。このウィーヒットトレーナー強いぞ。やばい、でも私がもうこれ飛ばされる。やばい飛ばされる飛ばされる。全然飛ばない。来た。やばい、私も飛ばされる。まだ一回も死んでないよ。上手くなってきてる目力すごい。ガチで瞬きしてないんだよね。やばい飛ばされる。やばい、あと1機です。コンピューターさんは、私はあと2機です。そう、成長はできるんだよね。でもね、やんないとそりゃそうだよね。やばい強い。目がんきまってることだけは分かる。私のトレーナー強いよ。ちょっとおすすめします。うん、成長はしていくんです。これ、あ、コツつかめばいける。
でもカービィの方がやっぱ自信はあるかも、勝てるのに対してのね。メルコナン見る。まあでもなんかボタン押してりゃいいかみたいなところちょっとあるよね。まだ好きなんだよ、好きなんだけどってところはある。スマッシュって何？でもスマッシュブラザーズだからそれスマッシュはいるよ。バーンってやつ、スマッシュできたよさっき。なんか2段階くらいのボーンじゃないの？違う？違いますか？そう、でもとりあえず押したら勝ててる、いつも。ちょっと昔の写真を転送しようかなと思って携帯を充電しました。古いやつ。なんか羊ヘアとかしてるわ昔。何の写真がいい？中学生とか若い私。眉毛やばっ、眉毛下がりすぎやろ、眉毛下がりすぎやろ。でもやっぱ顔は変わってないよね、面影ある。ちゃんと眉毛なんでそんな下がってんの、気になりすぎる。中学校の体育祭の写真とかある。とかシンプルプライベートでのツインテールとかもある。夏クラス会の集合写真とかある。夏すぎる。かわいい、くれな。岐阜女って顔してる。懐かしい、なんか教育実習の先生の写真もある。って思えば私もう教育実習の方と同じ年くらいしてんのか。この時めっちゃ大人だなって感じたけど、大学生ってことだもんね、教育実習生の方って。じゃあちょっとなんか探して送りますね、今あと3分くらいで。何がいい？
生。4月今14とかでしょ。ちょうど何年前とかの写真ないかな。あ、ガチガチ高校の制服。そうだよな、この時高校生だもんな、ガチガチに。高校制服載せられないからね。なんかもう高校の頃の写真しかない。プライベートの写真とか全然ない。コンサートの写真とかしようかな。高見さん卒コンの この辺の写真全部載せてそう、昔のやつって。これめっちゃ覚えてる。私の誕生日ケーキに携帯が突っ込んだ時の写真。ホテルでみんなと食べたんだけど、めっちゃ突っ込んでる。おもろい。そういうのとかもある。2015年が一番古いかな、私の携帯の中で。2014年はね、これしかない。少なくない？やばいやばい、そんなこと言ってたら時間ないじゃん。もうないよ。じゃ最近ミスド食べたからミスドの写真でも貼っといていい？昔の。2017年に愛媛行ったやつとか。ね、ファンの人が撮ってくれた写真ってあんまり良くないかな、メールに貼るの。違う。2017年だって。
ゃあ私のお気に入りの写真だけ載せるね。この時ハーフツに多分ハマってたんだよね。送った。分かんない。でもちょっとファンの人が撮った写真だから誰が撮ったか分かんないけど、無理だったら届かなかったらごめんなさい、諦めます。頭とこじこじのコラボレーションだって調べよう、気になるから。あ、すごいすごいこじこじね、すごいこじこじ可愛いくん、こじこじついてる。息を吸って吐く。可愛い。でもピンクと黒の方が可愛いで、ほら見てこじこじついてる、ここに。可愛くない？息を吸って吐く、それが生きる道。似てるでしょ。昔の写真か。昔とかなんか全身写真とか撮るなんか文化なかったからさ、全然ないんだよね。なんか画質もなんかちょっと一昔前、2018年って感じするわ。なんか2018年って感じするわ、プリの画質も。AKB センター試験夏、シンガポールも行ったな、修学旅行で。可愛い高校生の自分ってやっぱ可愛く見えるんだよね。わかります？可愛くない？ちょっと眉毛ないし。ほら可愛いよね自分で言うなって感じだろうけど。すごい、なんかよくわかんない、戦闘車で写真撮ってるの自分、かっこいい。ピザ食べてるシンガポール。なんか絶妙にダサい服着てるな今思えば。その時は可愛いって思ってたかもしんないけど、絶妙にダサい服着ていってる。本当にめっちゃニャンチ可愛いし、見て可愛すぎない？
にゃんちかわいすぎないか。え、ちょっと見てよ、かわいすぎないか。かわいすぎるんですけど。もうこんなことしてくれない。かわいいから全部送ろう、自分の携帯に。もうこんなことしてくれないよ。横の人も髪の毛すごい長いしね。すごっ。そうだよ、こんな懐いてたよ。懐かしい、おっさな。エモ写真、こういうのとかね比べたらいい感じだよ。ヒーもいる、夏。ハマの赤ちゃんもいる。懐かしい。ユニバ行った時の服ダッサ。私ファッションセンスあんまなかったんかな。まあそんな感じよ。ちょっといろいろメールに送るわ。ちょっと送る送るって送ってなかったから。じゃあちょっとしずくを起こします。明日は2公演よろしくお願いします。楽しみましょう。内輪やペンライトも待ってます。13位梅こぶ茶とマークのたりたんさん、12位のんちゃん、11位あきいこさん、10位クロケンさん、9位 YK さん、8位香港のケーキ屋とマーク7レンジャーさん、7位ひろのりさん、6位あかねちゃん、5位リューストさん、4位サイトアットマークマヨネーズとケチャッピーズさん、3位まぼろしさん、2位ペロペロチーノさん、1位ゆきさんです。ありがとうございました。それではお話し会の受付もありますのでよろしくお願いします。それではバイバーイ。